さっき再発売された味噌菌を、まあ、奇跡的にね、買うことができて食べたんですけど、もう美味しくないですね。なんか、気持ち悪いですね。吐き気が止まんないですね、さっきから。もうね、あんななんか、YouTuber しか喜ばないんだよ、味噌菌なんて。味噌菌買うぐらいだったら普通のね、日清のね、王道のカップヌードル買えばいいんだよ。でもあんないらねえじゃん、味噌菌なんて。で、ペヤングのね、ペタマックスとか、あれも結局 YouTuber が喜ぶだけでさ、必要ねえじゃん。なんで余計なことすんのって。そんなことになんか、ちょっと気持ち悪いですね。なんか味噌菌食ったんですけど、なんか吐き気がなんか、ちょっとすいません。ダメだね、味噌菌ね。あんなね、セレブがね、企画したね。だってあいつ別にさ、ラーメン屋なんてやってねえじゃん。カップラーメンなんて別に普段から押してねえのに。気持ち悪い。ダメだね、味噌菌ね。もう、もうやめちまえ、味噌菌なんて、あんなもん。YouTuber とテンパイヤーが喜ぶ。気持ち悪い。もうダメっすね、もう。早く、なんか家建てたからって言って、家建てたからって調子に乗ってますね、味噌菌。ちょっとね、ヒカキンの事務所にもクレーム後で入れます。ちょっとマジで気持ち悪いです。